マーベル・ウィンはアメリカ合衆国イリノイ州出身のプロ野球選手。ポジションは外野手。息子はサッカー選手で同名のマーベル・ウィン。1983年から1990年まで8年間、メジャーリーグのピッツバーグ・パイレーツ、サンディエゴ・パドレス、シカゴ・カブスでプレーし、その実績が考慮されて1億4000万円という、当時の日本球界では高額の年俸で1991年に、阪神タイガースに入団。開幕からスタメン出場を果たすが、成績不振のため1年で退団した。ウィン獲得は、当時コーチだった佐々木恭介の強いプッシュによるものだった。しかし、後に佐々木はウィンには騙されましたとラジオ番組で語っている。同年度入団した外国人に1991年度年俸が4000万とウィンの年俸の3分の1以下であるトーマス・オマリーがいる。オマリーは日本野球に順応しようと食事では箸を使うなど努力し、日本野球界で成功した。対照的に入団前はオマリー以上の評価を受けていたウィンはそういった日本に適応するための努力をせず結果を残せず明暗を分けた。あまりの明暗ぶりに両選手を比較して話すファンも多くボンダ製造機と揶揄する向きもあったがその一方でボンダした際に走塁の手を抜くなど時折タイマンプレーを見せるオマリーに対し一塁まで常に全力疾走し内野安打や失策による出塁もあったウィンについて、このあたりがメジャーとマイナーを行ったり来たりのオマリーとの差だと、そのプレーに対する姿勢を評価する評論家もいた。1991年7月7日の対巨人戦延長12回に桑田真澄からドーム最上階に叩き込む150メートル級の決勝本塁打を放った。ウィーンは前日の通り目立った成績を残せず、その試合で3回から登板し、無失点に抑えて勝利投手となった中田浩二もこの年は絶不調で1勝7敗だったため、当時阪神ファンは七夕の奇跡と珍しがった。ありがとうございます。